カルメル市場で鳩の餌を巻こうと思って、やろうと思って、鳩に餌をやろうと思って持ってきたんですけど、誰か先にいましたね。で、いつもやってくれてる人にお願いして、でもすっきりしましたね。毎回運びに行くのかっていうのは結構厳しいもんがあったから、これでもう一回夕方ですね、出張って鳩に餌をやってもらったらすっきりしますよね。はじめ市場です。朝です。一番ですね、朝9時っていうのは、ね、朝9時ですよ。どこもね、きちんと掃除してあってですね、気分がいいですね。何度も言うようだけど、やっぱりね、富繁栄をもたらすためにはまずゴミをなくすことが一番でしょうね。静かに暮らす、まあ、それしかないでしょうね。